1000円分。ない。ガチャガチャ？皆さん、やはりきちゃねなりくです。今日はナムコにさっき来ててミニクレーンゲーム撮ってたんだけど、もうねやる予定なかったんだけど、ルミガチャガチャ回ってたらお父さんにいきなり2000円もらったので、好きなガチャガチャやって、まあ、中身見ないで家で開封します。まずちょっとさっきね自分でやってて欲しいの出なかったから、もう一回やります。これ生姜が欲しいの、さっきピンク出ちゃったから、わさびか生姜もう一回欲しいもん。可愛くない？これで中身は見ないでこのカゴに入れます。はい、見てないよ。はい、ポン、見てないからね。はい、で次はあっちね。これ可愛くない？めっちゃ9位の日常ってやつ。このマスクが超欲しいから300円だって。見ないよ、中身多分見えないと思う。はい、ぽい、オッケー。であとはちょっとあっちに新作のガチャがあるから、これがねずっと欲しくて TikTok で見た時から、これが欲しいの。この腕時計なんか200円が安く感じる、300円が多いから。はい、見てないよ。はい、で次あっち見て、これロミが欲しいやつないの。これワンピの実第2弾。あー悲しい。これがめちゃくちゃ欲しい。ないですね。あ、これずっと欲しかったの。これ見て300円で、なんかねくじみたいな A 賞 B 賞 C 賞があんの。まあやっぱり A か B が欲しいな。でもマスキングテープでも可愛いね。お邪魔女ドレミのね。じゃあ次は可愛い。待って、これめっちゃ可愛くない？動物記者会見で、このさパグ欲しいんだけど、パグリックみたいで可愛い。300円やります。パグ出てます。ちっちゃくない？なんか触った感じちっちゃいですね。見てないよ。はい、次あっち残り700円。うわー、これ可愛い。でもね、待って、これ500円するんだけど、このティンカーベル超可愛い。500円使っちゃったら残り200円になっちゃうのね。やめます、これでね。あ、これがずっと欲しかったから、これ300円やります。黒電話が欲しい。この普通の黒電話狙いで。はい、あ、でかいカプセル。意外とよし。どうしよう。鬼滅これさ可愛いんだけど、めっちゃ。でもこれやったらさ100円余っちゃうね。100円のガチャガチャとか見て、これ待って、嘘、あるよ、なんかあるよ。待って、欲しい、めっちゃ欲しいんだけど、400円しかない。500円、これ500円、2段から500円だったの前の。じゃあ自分でさ100円出していい？あ、だったらいいじゃない？やった。あ、皆さん自分でちょっと100円出して、これやります。ずっと欲しかったのマジで。でルミ1回だけ前やったの、バングーであって、ドフラミンゴ出たから、一番欲しいのはコラソン。はい、ラスト。これ多分中身見えないんだよね。はい、これで終了。見て、こんなに見てないよ。こんなにいっぱいできました。7回やりました、全部。はい、じゃあ今回ね、2000円プラス100円やったんですけど、果たして7回やってロミが欲しかったやつは出たのか、早速家に帰って紹介します。はい、家に帰ってきました。でずっと欲しかったガチャガチャとかもいろいろあって、マジ前回とはいろんな新しい新作もあったんで、ガチめっちゃ楽しかったです。で最後にね、ルミがずっと欲しかったワンピースのガチャガチャ第2弾を見つけちゃって、もう残り400円しかなかったんだけど、もうどうしても欲しかったので自分のお金で100円出して、2100円分になっちゃって、あ、そう、中身見てないから何が出るか分かんないの。この袋にね入れて、じゃあ1個目、何？ロキのじゃないでしょはい、じゃあ1個目、じゃん。あ、プリキュアのやつだ。これロミ腕時計が欲しかったの。めちゃくちゃ見るからに違いますね、これねこれが欲しかったの、この腕時計。めっちゃ可愛いなって TikTok で見て、大人でもつけられるみたいな。じゃあロミつけられるんじゃんと思って。あ、これだ、ほら、やっぱりメンメンっていうキャラですね、これ。あ、これ自分でシール貼る感じで、これ200円で一番安いですねはい、こんな感じでがっつり曲がっちゃったんですけど、でこれはどう遊ぶ？あ、見て手が動いた。あ、こういうマスコットね、可愛いんだけど手が動いた。で他にもメンメンとコメコメとパムパムがいるんだけど、コメコメはしてるおにぎり、これで、あとケースみたいな。これ欲しかったな俺、腕時計。しょうがない。はい、じゃあ次、じゃん。あ、鬼記者会見のやつはこれ何かなこれ。待って、ルメさ、パグが欲しかったって言ったじゃん。これ今パグ見えたんだけど、待って見て、パグ出た。やった。パグはリクにね似てるからさ、見てめっちゃ可愛い。ブサイクめっちゃ。でこれね、つまみ食いして記者会見みたいな。可愛くない？ほら。嬉しい。これ飾りますね。でラインナップね、猫が3匹いて、であとダックスフンドでパグ柴犬ですね。これ300円です。はいじゃあ次。何これ？あ、消しゴム生姜の。これさ色的に生姜っぽいね。これ待って。これ生姜かな？なんかピンクっぽいんだけどこれ。ロミ、その動画の最初にさやってたじゃんガチャガチャ。その時多分ねみょうがピンクのやつみょうがかなが出て生姜じゃない。ああまたピンクだ。はいロミがね欲しかったのは黄色い生姜かわさびが欲しかったんだけど、まさかのピンクでした。でも可愛い。これ消しゴムなんだけど200円かな。見てセクシーのこの体っていうか形がほら超セクシーじゃないこれ可愛い。ほらこれ消しゴムだからこうやって削ったらおろし生姜みたいな。あこれ新生姜って言うんだね。可愛くない？でさわさびもめっちゃ可愛い。ほらだってさ消したら消しカスがそのわさびになるから、いやー可愛いねこれね。で次じゃん、何やったっけルミこれ。何やった？覚えてない。じゃん。あ、おじょまじょ。待って、ラバーストラップ出た。そうだ、おじょまじょとレミだ。思い出した。すっからね、待って、これさ、ルミが欲しかったやつじゃん。嬉しい。ルミ、マスキングテープも欲しかったんだけど、A 賞のフィギュアよりラバーストラップが欲しかった。かわいい、ももこちゃんですね。これ、パティシエ服の。かわいい。これ300円なんだけどさ、すごいね、フィギュアとかもラインナップにあって。ほら、でもフィギュアよりラバーストが欲しかったです。嬉しい、ガチ。こんな感じです。可愛いね、ドレミちゃんね。はい、次。なんか、あ、キウイの鳥だ、これ、キウイ。ね、ロミ、マスクが欲しかったの。じゃーん。じゃん。あ、違う。なんでこれ。可愛い。見て、なんでかいのこれ。これさ、見て。わかる？これ、ほんとキウイみたい。ザラザラしてる。毛が生えてる、ちょっと。可愛い。これ、フリーハグズ。フリーハグ。ハグしてってこと？めっちゃ可愛いんだけど。で、これね、スタンドもついてて、こうやって足はめて、これ立たせられますね。超かわいいこれ。で、ロミはね、これが欲しかったの。このマスクかわいいなと思ったんだけど、全部かわいいね。はい。じゃあ、これ電話、黒じゃなかった。これ昔のさ、黒電話。黒が欲しかったんですけど、まあ、それでっか。意外とでっかくないこれ。なんか、橙色みたいな。じゃあ、キーホルダーになってる。すごい。見て。すごくないで、こうやって。すごい。見て、これ電話できるの。こうやって3番こうやって。すごい。ルミさ、ほんと憧れてたの、この黒電話。ずっと使ってみたくて。で、ラインナップにもね、黒が2種類、で、ピンク、ピンクかルミ、ピンク。ピンクと赤があるの。楽しい。気持ちいい、これ。うわー、すごい。これ嬉しい、めっちゃ。で、ラスト。こちら、ワンピの実。これさ、中身ほぼ見えないのね。だからほんと何出るか分かんなくて。で、1回だけロミ見つけたことがあったの。結構前に。この第2弾。フラミンゴが出たんで、コラソンが一番欲しいな。じゃん。お !3 時だ、3時。嬉しい。見て。これさ、前回400円だったの、1回。今回さ、なんと500円に値上げして、クオリティ高くない？ 3 時です。いいね、嬉しい。はい、ラインナップ書いてない感じこれ。はい、こんな感じです。うわー、クオリティ高い。めちゃくちゃいいですねこれ。マジ本当にこのガチャは大好きなんで、また見かけたら絶対にやります。はい、こんな感じでした。で、今回ナンバーワンの商品はこの黒電話。黒じゃないけど、これなんか気持ちいい。めちゃくちゃいいですこれ。で、あとはこのキウイも可愛いなーって思いましたね。で、ロミ的にもね、ガチャガチャめちゃくちゃ大好きで、またやりたいなって思うので、もしね、ガチャガチャでやってほしい企画、5分間やり放題とか、今回みたいに何千円分とか、それかコンプリートできるのかみたいな一台やって、ぜひね、コメント欄でリクエストどんどん書いてください。じゃあ、ということで、またガチャガチャの動画見たいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。概要欄からロミの SNS のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。